アサヒビール大山崎山荘美術館。アサヒビール大山崎山荘美術館は、京都府おとくにう大山崎町にある、京都府の登録博物館。運営は、公益財団法人アサヒグループ芸術文化財団。大阪府と京都府の境にある、天皇山の山腹に位置し、真下に木津川、宇治川、桂川の三河が淀川へと合流する美しい風景を見ることができる。 実業家、加賀正太郎が昭和時代初期に建物のほか、庭園や道路、家具、調度品なども含めて自ら設計、デザインして建てた英国風の三層の建物を復元整備し、1996年に美術館として開館した。美術館のコレクションの中核は、朝日ビール株式会社、現朝日ビールの創業者として知られる関西の実業家、 山本た三郎の収集したコレクションである。山本は大正から昭和初期に龍宗ウ・ムが提唱した民芸運動の賛同者であり支援者でもある。当美術館には民芸運動に関わる河井勘次郎、バーナード・リーチ、浜田昭治、富本健吉、宗方志向及び芹沢圭介といった作家たちとの交流の中で収集された作品が展示されている。当時期、 染色、絵画などの作品や、彼らにインスピレーションを与えた朝鮮王朝時代の古当時、イギリスのスリップウェアなどの古当時といった生活用品でもあった美術品が収められているが、これらは山本自身が日常親しく愛用したものばかりである。他にも、クロードモネの絵画、スイレン連作を複数所有するほか、モーリスド、ブラマンク、アメデオモディリアーニ、パウルクレー、 イサム・ノグチ、アルベルト・ジャコメッティ、ヘンリー・ムーアなど、第二次世界大戦前後の近現代美術も展示されている。建物は、加賀章太郎が昭和初期の1932年に完成させた3階建てのイギリス・チューダー様式の三層である本館と、それとは別に隣接して地下に作られた、安藤忠夫設計の地中館、地中の宝石箱、同じく、 安藤忠夫設計の山手館、夢の箱、2012年会館からなる。山荘は、戦後、加賀翔太郎の没後に所有者が変わってから荒廃し、取り壊して、高層マンションを建設する計画があったが、保存運動が高まり1996年に、今日のように、私立美術館として再生された。大山崎山荘は、実業家、加賀翔太郎によって建てられた。 1888年、大阪船場の株相場橋の息子として生まれた、彼は、現在の一橋大学を卒業すると、イギリスを中心に、欧州へ留学し、アルプスの山々に登頂した、日本人の先駆けとなった。日本帰国後は、証券会社、加賀証券を設立したほか、1934年には、ことぶき屋で、山崎上流所を立ち上げ、契約期間満了後に、 自らの理想とする独自でウイスキー製造に乗り出した、竹鶴正隆を支援して大日本家重、後の日華ウイスキー創立に参加するなど、イギリスから持ち帰ったモダンな生活様式を日本に定着させようとした。彼は、天皇山山六の淀川の流れを見下ろす、この場所に、テムズ川を見下ろすウィンザー城の風景を重ね合わせ、ここに山荘を作りたいと考えた。建物、庭園、 道路などを自ら設計し、1912年に建設に着手。1915年には最初の木造の防楼、白雲楼、住処霞楼が完成。現在の本館である、成形楼は1910年代に建設を開始。1927年に増築。1932年に完成した。これは構造は鉄筋コンクリート造りであったが、 外観は木の柱を露出させその間にレンガ壁を組んだハーフティンバー工法で淀川を見渡すテラスが備えられていた。内部はがっしりとしたイギリス風の調度が備えられていた。香川併設された温室でイギリス時代以来夢中だった洋蘭の研究や品種改良を進めランカフという図録を出版し1954年に死去した。山荘は後に 加賀家の手を離れ、様々な所有者の手に移り一時は、会員制レストランなどに再利用されるが年々、老朽化が進み、バブル経済末期には建設業者が買収し、一帯をさらちとし、マンションを建てる開発計画を立てた。天皇さんの横腹に、大きなマンション群が林立し、景観が一変することに、反対する地元住民は、三層の価値を見直し、 山荘と周囲の森林の保全を訴えた。これが、大山崎町や京都府を動かし、さらに当時の知事、荒牧定一の友人だった朝日ビールの社長、樋口幸太郎が、知事の申し出に応じて、企業目線な活動として、保存に力することになった。1954年、病床にあった香川、創立に参加した日華ウイスキーの株式をすべて、 自らの方針に賛同してくれた朝日ビールに譲渡し、日課は朝日ビールの子会社になっていた。さらに朝日ビール初代社長の山本た三郎と加賀翔太郎は交友があり、両者の縁が深かったことが幸いした。こうして土地は京都府や大山崎町などが業者から買い取り、三層は朝日ビール運営の山本コレクションの美術館となることが決まり、後には 安藤忠夫が建築設計、監修に選ばれた。山層の建物や内装は建設当時のクラシックな姿に修復される一方、山層に付属する形で廊下で結ばれたシリンダー状の新展示室は周囲の自然環境や山層の落ち着いた調和を乱さぬよう地下に計画された。 階段上の廊下はガラス張りで光が溢れ、階段を降りた薄暗い地下にある展示室は光量を落とされ静筆な空間となっている。円形シリンダーの中央には四角い部屋が設けられ、天窓から自然光が降り注ぐ。保存、修復された山荘は1996年に美術館として開館した。以来多くの観光客を受け入れている。 実業家の山本た三郎は1893年に大阪で生まれ、後にホテル経営、後のリーガロイヤルホテルをまとめる一方、芸術家の支援も行った。特に日本民芸運動とは関係が深く、それにまつわる作家の美術作品や彼らが手本とした古い生活雑記、古美術品の収集も行い、大阪の北の三国にはこれらの作品を収めた。 邸宅、三国層があった。また、近現代の西洋美術なども収集しており、これが美術館のもう一つのコレクションの柱となっている。現在は民芸運動関係作品が、山層に、水蓮他の絵画作品が、地下展示室に展示されている。これが、季節ごとに展示替えされるほか、これらのコレクションから受けた印象をもとに現代、美術作家が作を行い、 展示を行う企画展や来館者を相手にしたワークショップなども精力的に行われている。テラスに面した部屋は淀川や京都盆地を見下ろすカフェになっている。ケーキは大阪のリーガロイヤルホテルから運ばれてくる焼き菓子が中心。BR ドリンクには朝日ビールのスーパードライもあり、雄大な景色を眺めながらビールをたしなむことができる。 ミュージアムショップは、モネの、スイレンをあしらった、バッグ、手帳などアイテムが豊富である。また、山荘の外は、大きな庭園となっており、周囲をめぐる散歩道がある。老漢堂、旧車庫、住処霞カの所有者は、京都府、他の三群の所有者は、アサヒビール株式会社。JR 西日本 JR 京都線の山崎駅からも、 阪急京都線大山崎駅からも徒歩10分と駅から徒歩圏内にある。ただし美術館までの勾配がきついため、駅と美術館を往復する送迎バスも利用できる。駐車場はない。周囲は放射区寺や山崎聖典などの社地が多く桜の時期は特に美しい。また天皇山登山コースの途中にもあるため、ハイキングで建物を見に来る来館者も多い。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。